レス決済のみ。あ、いいじゃん、セルフオーダーに行ってみようよ。セルフオーダーしようかな。行ってみよう。私行ってくる。あ、マミコが、マミコがセルフオーダーに。すごいところに汗かいてくるからさ、見てみてよ。どん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 書いてくるよ。すごいな。ここら辺が特に書くでしょ。うん、どうだった？汗かいてるね。すごい、わかるわ。わかる。ちょっと拙者すぎない。見てほしいけど見てほしくないのよ。何食べる？マック食べ。何がいい？マックなんだけど。マック来たらやっぱビッグマック。ビッグマック行ったか。みんなで行った方がいいかも。ね、ポチポチ押すなら。私もビッグマックセットにしよう。私は S サイズ。教えてくれる。いろいろ。ドリンクはコーラ。これは M サイズ。ここさ、あれあるのかな。シェイクみたいなのかな。はい。シェイク好きなんだ、ね。好きだよ。なんだろう。あれ。これかな。サムライマックなんだよ、マミコは。かっこいいよ。サイズで。どうしよう、サイドサラダかな。サラダにしたよ、こいつ。ポテトだってサラダなのに。ポテトも頼んだよ、私。じゃあもう野菜盛りだくさんじゃん。シャカシャカポテト、サワークリームオニオン味、うまそう。それ頼んで。うん、いいよ。とりあえず。何にするの、中村。やっぱビッグマックだよね。でかっ。でかっ。アメリカ人じゃん。ナゲットも行くの。いいね。アメリカ人じゃん。マスタードってのがいいわ。マスタードうまいよね。いい？いい？食べるよ。いただきます。あ、サラダ。一緒に食べ食べるの。私は、私もそうかも。最近ブリって言うほど。これは大きいのにしたよね。そう、開けていいの。うん、じゃあみんなに配っていくよ。サミコさんはサムライマック、チキンマックナゲット。はい、いただきます。どうぞ。はい、おっとっと。あ、すごい揚げたてな感じする。ここのなんかシャカ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 用の袋あった。あと余ってるポテトあるよ。余ってるポテト、はい、配給します。いただきます。配給します。じゃあ私の S サイズのポテトシャカシャカしちゃおっか。私はコーラとビッグマックとポテト S と、バニラシェイク S。 これもいつもこれ。もうそうだね、 ここがいつもで、この子はちょっとイレギュラー。好きなんや。好き。あるところでは頼む。ないとこもある。胃もたれ防ぎの一旦のサラダ。ちっちゃいポテト、サムライマック。いつもサムライマック。コーラ。そう、いつもサムライマック。サムライマック。あ、リーネ君だもん。カファンタグレープ。一回入れてみよう。なんか意外よ。嘘。そう、意外だよね。チャット。え、全然。え、コーラってこんな味だったっけ。ゼロみたいな味しない。コカ・コーラゼロみたいな。わからん。飲んで、飲まして。いい。うん、確かにゼロだわ。ゼロかよ。こっち飲む。うん、きっとサラダ買ったからゼロだと思われたんだ。そんな気使ってくれた。そんなことないのに。ゼロ、うん、なんでだろう。間違ってピッてしちゃったのかな。それとも普通に間違えて入れちゃったのかな。これ私味違うわ、確かに。ね、まあいいわ。ねえ、これ目玉商品。粉多すぎるかも。
で食べよう。普通の味のポテトもちょうだい。うん、はい、みんなで食べよう。うん、ちょうだい。うん、みんなで食べよう。うん、いただきます。うまっ。あ、すごい。これマックってうまいな。一番最初に食べたマック何？ビッグマック。え、生まれて初めてビッグマックから入ったの？記憶の限りで、あ、チーズバーガーかな。なんかうちの母親が、うん、チーズバーガーは子供が食べるものだって言って、うん、ビッグマック食べさせられてた。へえ。子供なの。食べれるのが。ビッグマック1個食べれた？うん。いいね。うまい。似合うよ、今日すごい。似合うよ、ね、うん、マックコーデ、うん、本当に本当にアメリカ。うん、うまっ。侍行くよ。侍行け。いただきます。うまっ。おいしい。なんか最近さ、普通に口癖っていうかさ、うまって言っちゃうの。わかるよ。この間母親に、おいしいっていいなって言われた。注意されちゃった。大人なのに。でも私もうまって言っちゃうときあって、うん、うまって言ってたら、うん、子供に真似されて、うん、言うのを気をつけようって思った、うんうん、でもうまいんだもん、うんうん、うんまーなんだよね。そうそう、美味しいんじゃないんだよ。うなんだよね。うんまーなんだよね。うなんだろうね。本当に美味しいときってね。うわ、おいしいってなんなくない？だから本当においしいときはシーかも。ああ、それならいいかもね。シー、うんシー、うんシーか、うんシー。何がうまかったの？その時中華料理食べに行ってたの。いや、中華料理はうまいよ。うまっって言って、おいしいのがいいよ。いいお母さんだね。こういうのも見てくれてるから厳しく。ああ、赤入る、うん、はい、前もなんか気づいて言ってくれたよね、マミちゃんのお母さんは。あ、レイチェル母がだ。そう、私の自分の母親のことをママがって言ったのかな、お母さんがって言ったのか、うん、ちょっと覚えてないんだけど、自分のお母さんを呼ぶときは母がって言ったらいいよみたいな感じで教えてくれて、私はあんまり知らなかったから、あ、確かにって思って、それから母がっていう方が多い気もする。全部は直せないけど、うん、でも大事だよね、そういうの教えてくれる人って、うん、ちゃんと聞いてくれてね。おいしい。うまっ。もう出てるやん。本当だ。もう出たよ。さっき言ってたとこや。あれ？うまいな。だってすごい美味しい瞬間があったの今。嘘、うん、タレがかかってなくて、あの塩と肉だけの瞬間みたいのが時々あって、うん、うまっって思うの。どこが好きなの？なんでそうなの？完璧じゃん。このタレもめっちゃ美味しいし、お肉の量とか、あとごまがかかってるバンズで、ピクルスが大好きだから、へえ、なんかピクルスのゾーンに入るときたーってなる。嬉しいな。今ピクルスゾーン。これ置いてて。
来たってなってる。妹は家でも、うん、うまい。ビッグマックがなかったら何頼むの？あれ、日本語とか入ってるかも微妙。いや入ってなくない？照り焼きマックとかかも。照り焼きマック、あとフィレオフィッシュも好き。あとチーズバーガーでしょ。あ、チーズバーガー、あとダブルチーズバーガーも食べたことあるよ。これも食べてるでしょ。うん、サムライマックもどっちの味も食べた。2つあるもんね、味。月見は、月見もあるよ。月見になったらいつもすぐ食べる。うん、へえ。うん、なんだ、うん、そう、やり方しなくて。でもいろいろ食べたけど、やっぱビッグマックが一番好きなんだよな。抜群。なんかここでしか食べれない味って感じする。ビッグマックってタトゥー入れるか。食べて食べてない。食べる。おいしい。はい、どうぞ。大好き。マック食べたらどんどん元気出てきた。私いつもハッピーセットなんだ。そう、マイクハッピーセットなんだよね。うん。おもちゃくれたよね、この間。ナゲットが大好き。私一番ナゲットが好きかも。マックだったら。確かにナゲットよく食べてるね。よくっすね。出たとき震えたもん。もう我慢しないでいいんだね。誰これ考えた。確かに分かってるよね。あのナゲット本当美味しくなかった。胡椒熱うまかったね、あれね。あれね、レギュラーでいいよね。メンバー入りしてほしい時の動き。いただき。で、1個もらおう。あ、ブーツの形だ。ブーツの形好きなの。こうやってさ、ズボって入れてさ、ブーツのこの上のとこにさ、うん、このこれつけすぎちゃう。でも一緒、これで一口で食べるの。うん、嬉しそう。嬉しそうでさ、うん、うまい。いつぶりだっけ。でもラジオじゃない。え、その後あったっけ。ラジオか、レコーディングは。レコーディングの後だったっけ。3日ぶりぐらい。でもなんか、うん、最近会ってはいるけどそんなに喋ってなかったかも、うん、仕事の日が多くて、うん、他に人もいるからあんま2人きりになる時間がなかった、うんうん、確かに久しぶり感がなんとなくあるね。お腹いっぱいだ。出た、このいつもちょっとだけ残してお腹いっぱいになるの。この方小食ちゃう。なんかそれは絶対に認めてくれないの。私だってこの間ご飯を2杯もおかわりしたよ。え、じゃあ全部で3杯食べたってこと。2杯は3杯。いやすごいよ、3杯はすごい、うん、え、何で食べたの。焼肉。すごいじゃん。すごいよ、進んだんだ、お米が。うん、怖い怖い。え、ちゃんと焼肉屋さんのご飯って大きいからね。大きいよ。やばい、感じは勝手に感じすごい。お花みたいで、なんかよかった。こんなところに咲き誇って。ポテト、ポテトどこが好き。ふにゃってるやつ。ふにゃが好き、うん、ふにゃふにゃが好き。まみちゃんは、うん、半分硬くて半分ふにゃ。いいとこ取りじゃんかよ。だんだん涼しくなってきた。なんかね、時間帯もあるのかな。沼汗かいてるよ。ちょっと拭くね。うん、フェスとかやばいよ。フェスやばい。野外フェスはもう本当に待機するほんの5分10分とかでもうジャージャーになってて、そのまま出てくって感じ。それ言っちゃっていいの、うちら。え、何が。そばとハンバーガーなのにさ、もう遅い。
もう遅いの？私まだ諦めてないよ。本当だ。チルミコの曲。終わるな。じゃあ今、うん、終わっちゃうの？もう。嬉しい。嬉しい。嬉しいよ。ちょっとまたどっかでね復活できたらいいなって。うん。そのまんまだもんね。この間の最新回聞いた？まだ聞いてない。最新回なんだっけ？聞いてみて。途中で目かゆいって言って曲いくから。私は目かゆくても我慢しようって思ったけど、まみこが優しいから行ってきなよとか言って曲かけとくからみたいな感じ。目確認した方がいいって絶対。私は普通に目かきながらめっちゃ普通に喋ってたの。だけどまみこが多分かきすぎて気になっちゃう。こっちが気になっちゃうから。大丈夫？うん。もうお腹いっぱいだもん。なん。眠くなってきちゃった。わかる。